はい、萌ちゃんが隠れております。かわいいね。俺とお母さんが喧嘩すると隠れるんだよね。今何も喧嘩なんかしてませんが、はい。朝ごはんですね。おにぎりができてるじゃないですか。これはすごいね。子供が昨日作ってました。あといろいろとおかずがあってこんな感じ。ちょっと牛丼が残ってますね。味噌汁に鬼しめってとこかな。鬼しめはね、何が大事かっていうと、タンパク質を何入れるかが問題なんだよね。それで今日は見てみると手羽先があるからこれでもいいんだけど、手羽大根をこの間来たでしょ。鶏があるでしょ。鶏叩いちゃおうかね。牛肉をね、さっと湯がいてもそこそこ美味しいんだけど、鶏叩いて畳んだんだな。よし、はい、決まりました。で、あとはお味噌汁ですね。お味噌用の大根だね。大根よいしょ。あー、しんどい。なんかもう、ここに出せばこのね、青い葉っぱをね、使ってますね、味噌汁はね。あとネギ1本あればいいでしょう、味噌汁は。多くはないですね。白菜ない。こういうこともあんだね。こっちは古いね。生姜はね、鬼しめの取り叩くときに出るでしょ。鬼しめにはキノコだね。よいしょ。キノコ、しいたけね。この辺のものを全部用意して、まいちゃんがなんかまだ食べてるんです。さてさて、始めますか。やっぱこの辺のものはちょっと食べておきましょうか。鳥を叩いてやって蒸し上げるっていうね、最近のこれ技法ですね。新潟のっていうか、まあ別に新潟に限らないんだろうけど、鶏団子ってのは生姜が入りますよね。生姜が入りきった鶏団子蒸し上げるんだけど、今日はちょっとそれをやってみよう。携帯が子供を騙すみたいだな。なんだ、お前みんな夢が叶うわけじゃねえだろうが、本当にもう。そんなのおとぎ話の中の話なんだよ。つっても、あれおとぎ話だね。あ、オチがつきましたね。人生というおとぎ話よ。ね、この鶏のね、胸肉を、脂身の少ない肉、脂身が少ないから下茹でとかする必要ないんだけどね。タンパク質としてもすごい優秀で、こればっか食う人いるよね。ボディービルダーとかね。ボディービルダーだけかい。こればっか食ってるとあれだよね、脂質ってのは非常に重要なもんなんだよね。ああいう人たちって米食わねえんだろう。大変だよな、いくら商売とはいえ。でも俺の商売はあれだよね、ソフト会社の社長だから、酒飲まねばねえんだね、俺の商売ね。大変なのさ、耐久テストやってるみたいだよ。耐久テスト、ね、わーってきましたところで、ちょっとずつ混ぜて、タタンタタンタタタンタタン、蒸すとアクがね、
なくなるからね。どんつく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 。指切れ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 現場指切れ現場持ってんだろう。なんか言うと今日グーグルにないね。グーグル来ないね。最近どうしててもグーグル来ないんだよね。我が家の黒いグーグル。よいしょ。あ、そうだ、今日はいつもと違って来ないでよと思ってますね。つなぎがいつも入らないからなんかパサつく味だなと思ったけど、多分つなぎ入らないせいだね。はい、じゃあつなぎ。あ、この時刻はもう終わりですね。在庫いつもあります。この系統は在庫はかなり必ず取ってあるのがありますよね。炭水化物毒だ毒だって言ってる連中はもうつなぎすらも嫌うからね。俺ずっと毒だと思ってたからさ、炭水化物が毒だ毒だって。だからさ、本当につなぎも何も入れたもんじゃなかったね。でもうまそうじゃろ。で、ちょっぴりごま油、ごま油ちょっぴり、ちょっぴり入りました。お砂糖とかも入ってもうまいのかな。あの手で練るよりもいいだよね。これね。どうやってる？もういいよ。ね、ラップもね、よし行くぞだよ。何にもね、不安もね、ならいいんだけどな。不安はある。よし行くぞだよ。あの人はどういう人生送ってるんだろうね。お元気だろうか。あ、ちょうど入るでしょ、これもね。こうやって。ね、水を大事にね、あの素材の持ってる水を大事にしていきましょう。これで電子レンジ金が始まりまして、その間に大根を切る。しめ、おにしめ。もうこれみんな中に入れちゃいますからね、これでね。切ってまいりますか。まずはごぼう。おさらっぱごぼう。さらばごぼう。ね。叩いてあげましょう。叩いてあげた。叩いてあげた。あ、味噌汁がないんだね。同時進行だな、味噌汁。しょうしょう。味噌汁はこっちですね。水を足して
しい。あれ大根どこ行ったかな。あちら、ね、味噌汁ね。こっちの半分まだあのそんなに油が出てるつけてないんで、味噌汁は先だな。味噌汁先先。ねぎ、椎茸もちょっとだけ入れようか。この辺が椎茸な。他の椎茸はまだあって薄揚げ、うん、薄揚げって結構悪くなるからね、気をつけてちょうだいね。気をつけましょう。気をつけるって言っても、まあ悪くなるのを、なあ、そう言ってもなあ、しょうがないからなあ、なんかちょっとね。今日はこれ乾燥わかめでいいか。まあ、いったら青い葉っぱあるしな。青い葉っぱのご挨拶。ほう。なんだそれ。これネギもうちょっと刻んでおいた方が僕は好き。これ食感はどういうの好きかってみんな違うよね。不思議だよね。あんななんかあの乱暴そうな人が。そうなんですかみたいなね。これ乱暴そうなんだ。ちょっと青いのはいつもの倍ぐらいでな。もうこれ古いんだよ。よいしょ。もう茎の部分って組織がすごいしっかりしてるから、長く煮た方がいいですよね。アクが強いですよ。だから中の方が問題は、ちゃんと煮えないとダメなんでね。これはもう後でポンと入れるから最後ね。はい、これで味噌汁は OK。 かじゅうだしをね、忘れずに入れよう。あいつね、魚焼くつもりだったんだ。魚も焼かんとな。魚も焼かんとな。やっぱ魚焼き器ね、昨日洗うの忘れてた。確か鮭焼いただけなんで大して大変じゃないですね。魚を焼いて味噌汁できたら鬼しめ55だね。魚はどこだっけな。ここら辺のタッパの中、これおにしめに入れるこんにゃくとかね、一緒に出しましょう。これよく忘れるんだよな、人生において最低だぞ。おにしめにこんにゃく入れるのだったら最低だぞ。なんか怖そうですね。この辺2つを焼けばいいかね。これは確か昨日しょっぱくなかったね。そういう鮭もまた美味しいんだよね。これはだって塩引きにしてない鮭もね、なんかあの鮭っていうか、マスみたいな感じでね。鮭とマスってどう違うのか、未だによくわからんですよ。うわ、何がついてんかね。ついてるんですよ。おお、そう。この人たちはどうするかっていうと、こっち。これはもう、しまらずだからな。あのね、料理番組みたいにね、材料はパンって揃ってて、それタッ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 ってやって終わりならいいんだけどさ、人生そうはいくまい。人生出ましたね。これがね、さっきやったやつですね、チンしたやつ。チン。これなんか蒸し上がってるね。うまそうじゃ、うまそうじゃろ。ああ、生姜の香りがすごくいい。果たしてうまいかどうかはまた別だけどね。はい。あ、これね、しょ、よいしょ。5分で、その間に味噌を、まもなく味噌汁が見えます。これ、あんまり本ではないんですけれども、乾燥わかめも見えちゃう。これね、なかなか
なかなかうまいんだけど、海の中にある生わかめと乾燥わかめ選んだら、ね、わかりますよね。僕の考え方からいくと、生わかめってのはそのまま組織の中の味噌を持ってきてるから美味しいし、乾燥わかめはミイラを戻すようなもんだよね。まあ別に悪くはないけどね。まあ食わねえよりはいいや食わねえよりはいいわ、食わねえよりはいいわ。はい、これね、ここにね、ごぼうが今日は多いね。今日もうあれ、ずいぶん時間10日経っちゃったから、この辺は食わなくていいかな。この黒いところがいいよね。なんか、いかにもなんか、俺は地面から来たばかりだぞっていう感じがね。そう、やっぱ泥ついてたらまずいからちょっと洗うかな。泥ついてたら、はい、ここいらへん、こうだね。これさっきの人参とあれが入ってますね。おお、なかなか中がまだちょっと生なんだわ。仕方ないね。仕方ないっていうか、それでいいんだよね。はい、じゃあこれ熱々ですけどね。はい、ごぼうが入りましたね。大きめにね、切りますね。これね、こうやってね。OK、OK、ゴーゴー。あ、いけねえ、味噌入れればね。味噌。慌ただしいね。もっと上品に作れないですか、マサイさん、料理。ダメだ、俺下品だ。下品、下品。こんな早く入れちゃダメだわ。もっと終わりの方でも入れるの。失敗です、これ。失敗です。失敗です。これ後で入れるんですよ。ね、これはもう、青菜っぱの葉っぱはね、止めてからでもいいぐらい。もういいですね。はい、終了。ゴーゴー。ここまで来たから、あとは煮しめを煮しめってやりゃいいんだな。味噌汁とかなんかもね、煮しめの方が先にスタートですけど、里芋はみんな溶けちゃうから、もう溶かすつもりで入れましょう。それでこの溶けた、なんていうの、炭水化物が、こう、炭水化物がするとあれだよね。芋類ってのはそうだよね、そもそもそういう、みんな水の中溶けていくでしょ。炭水化物ってのは水に溶けるのがすごい得意だからさ、だから植物は葉っぱで作ったものを根っこまで運ぶときに水溶液の中を通して根っこまで運ぶでしょ。根っこだとエネルギー作れないから、太陽光線当たんないからね。根っこには根っこという奴隷みたいなもんだね。根っこという奴隷を炭水化物はコントロールするために通貨を持ってるわけ。通貨なんだよね、生命の通貨。僕は生命の通貨っていうふうに言いますけどね。
だからその生命の通貨が今オニシメっていうね、お鍋の中で充満するんだよね。だからオニシメの汁ってのは美味しいんだよ。ところがよくお店で売られてるオニシメっていうのは、みんなこういう材料はみんな蒸して、それ早いですよ、水抜いたミジャーになった状態にしておいて、そこに入れちゃうわけだよな。だからダメなんですよね。だから人参もあそこに入れちゃう、こっちなんだよ、こっち入れて、だよね、人参これだろ、あ、人参上にありましたね、さっき刻んだからね。それでレンコン、根菜だよね。でもお煮しめの美味しさっていうのは根菜が溶け込んだところにあるって僕は思ってるから、だからお店のクソ芋のしい大量生産お煮しめっていうのは、早い話がいろんな食べ物を見いだかして、それでタンパク質の汁で、タンパク質のすごいですよね、だしっていうのはね、それで似てるでしょ。だからまずい、炭水化物をたっぷり含んだこういう根菜を一回組織の中から煮出すことによって、こう炭水化物の枠を外に流し出すでしょ。でそこにまた入り込むわけだよね、お肉とかなんかもみんなそうなんだけど、どんなにこの緻密な計算があるか、俺計算したわけじゃないけどね。だから僕は合わせ炊きっていうのはあんま好きじゃない、別々に変えといて最後に合わせるっていう種類のやり方はあんま好きじゃない、みんな一緒にごっと煮てやって、そいつをそいつが一つになっていくところが好きだ。好きだー。またなんかおい若いやつに黙るみたいな話だな。それよいしょ、そんな青春っていいもんじゃないんだから。ああもう一回キンキンガンガンのもうやめた。肉体は衰える、精神も衰える、やがて土に帰る、マイクロバイオームにバラバラにしてもらおう。やっぱり 焼かれるの嫌だな、焼かれないでこう土に返してもらいたいよね。土に返す、お、このぐらいでもう煮始めますから。今日は煮る量を少なくしたいんで、煮る量っていうかね、水の量を少なくしたいんでね、こういう感じで行き出しますか。もう大根もすぐできちゃった、めっちゃいいな。ここでこういう風にね、最近っていうか僕そんなに大きい大根の肉好きじゃないです。これもみんなそれぞれの人の好みだよね。大根が煮えたところで終わりだからね。大根が僕はよくマーカーだって言いますね。大根がどのぐらい煮えたかによって話し決めちゃいますから、ここにお麩とか入ったりするもすることあるんだけど、今日は面倒だから冷静になる。お湯に戻っても大変だよな。もううまそうじゃろ、はい、うまそうじゃの、大変だ、忘れるとこだった。いっとこカプコン、いっとここれカクコンだって。何が面白いんだかね、ほんと一口大でいいですね、カクコンね。でパキノコね、タケノコこうやって薄く切っていきます。でっけタケノコも美味しいんだけどさ、あれ旬はでっけタケノコでいいんだけどね、この時期って塩で戻してタケノコの時期だからね、もう薄い方がうまい、
水分が入ってないからね。生姜を切るね。それでガンラガラガラって見始めました。こっちはきついな。はい、きついということで見始めましたね。もうお話しますけど、こういうね、顆粒だしで十分。その間こっちはこうね、つまりこの根菜の中に入っている炭水化物とそれの水溶液が外にと出てって、里芋なんか特にそうだね、とろみがみんな出てくからね。それがまた根菜に吸われてね、美味しそうになるわけですよ。吸われる時にこの、鶏の胸の叩いたやつですね、これを旬に出ていきましょう。そんなにこれは加熱させたくないんで、沸騰して味入れた時、入れる時に入れることしましょうね。まあね、うまそうじゃろ。これな、はい、じゃあそのまんまにしておいて、その間にあるかな。漬けと一緒にあれだね、鮭が焼けたら揚げなきゃいけないから、こういうのとかと片付けて締めていただいて、煮しめが始まってるから、あー今朝も朝から大騒ぎだね。パン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 、あ、これなんか残ってるじゃん。はい、追いかけて、よいしょ。ニンジン、ネギね、ニンジンネギしようか。こっち、こちらね、このまま袋で全部入れて、そして、7-3本。ではいつも決まりがありますね。必ず包丁のね、包丁を先に片付けます。他人の手が嫌いでしょうね。それが問題で、厨房ってのは怪我する場所だからね。何よりも髪よりも。どれだけの人間がここで亡くなったか。いや、そんな、なんか、大層なね、人はいつかどこかで死ぬんだからな。あ、なんかちょっと食べ切ってますね。何これ。あ、食べる？生まれて寂しい。
話し相手になってるのはお前だけだもん。そうですか、松井さん。俺はもしかしたら病気だもんね。いや、それ今まで病気じゃないと思ってたんですか。あ、ほら、ほら、蒸し滅ってきましたね。あんま味入った時はガラガラいっちゃダメだよね。ちょっと今見落としてましたけどね、ガラガラいったのね。これが半分ぐらいになるまで煮ますからね。おー、うまい、うまい。本当最近の出汁、顆粒出汁はうめえよ。顆粒出汁、顆粒出汁、このぐらいでいいね。で、これですね、最初に作った鶏胸の団子ね、電子レンジでティーンしました。マイクロウェーブしました。マイクロウェーブ。テラタテンテンテテラテテンテンテ、マイクロウェーブ、マイクロウェーブ。ちょっと今強くこっち焦げてきたので、おー、もううまそうじゃの。ちょっとこれも焼き浸しにしましょうかね。焼いてすぐにかけちゃう。そうするとやっぱり焼けた時に組織が開いてるから、そこに醤油がうまみで入っていくよね。一回血を抜いてまた血を入れるようなもんですからね。だから料理っていうのは加熱しながら塩味を入れていくっていうのはやっぱり一番ベースですよね。結構こっちもねガラ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 やってきました。ガラガラガラ、ちょっと水多かったね。大根がちょうど煮えた時に火消してやって、残ったのがちょうど半分ぐらいで、それが入っていくっていう感じなんだよね。まあいいよ。あ、おいしい、おいしい。ごぼうのね、味が全面に出てきますよね、この煮えてとね。ゆるゆると煮てやる感じでいくか。じゃあ出来上がりまでは皆さんには見ていただけないということですが、まあ、いや、もうちょっとこっちをやってるうちにきっと、いいことがありますね。これさっき、ちょっと残ってますからね。これで、キャベツ、あ、キャベツ切ってもらったんだ。キャベツも切ったのかね。キャベツのスライスがあった。キャベツ刻むの結構めんどくさいんだよな。散らかるからね。でもね、これもう毎日何も嫌じゃないよね、刻むのが当たり前。これ普通の仕事、トイレ行ったりお風呂入ったりすると同じね。この上でどんどん行きます。そう考えれば何も不思議じゃない。ほら、グーグルやるよ、グーグルダーンダーン。あ、死んだ、よし、はい、グーグルダーンしました。何やってんだか、何やってんだか。はい、あそこまでうまいですけどね、名前はね。
色もね、キャベツがちょっと残ってますからね。これはもっとサブで食べちゃいましょう。よいしょ、うん、僕ちゃんバカではい、豆乳水がだんだん入っていきますね。で、一回出てこうわーっとこう外にうまいのが出たのが入り込んでいくのが冷める瞬間ですから、冷める過程が一番大事ですよね。だからこうやって出来上がってもうちょいですね、大根がねちょうどストンって入るぐらいが一番いいよね。あ、もう入ってるね、これ。スポンと入ってるね。ちょっと脱出が多いけど、勘弁してやろうか。はい、お煮しめに。これを一つ入れてあげましょうかね。これ、汁が半分じゃないとダメね。もうちょっと煮付けない、煮込まないとダメですけどね。まだ早いけどね、いいじゃないの。はい、これね、焼きたての鮭ね、こちらのあんま人が食べない部分を僕いただきましょうかね。で、こっち行って昨日の余ってるやつがあるんで、ナスのトロトロ、こっち側がね、あの他のものですからね、それを食べることにしよう。はい、これで、これはナスのトロトロね、昨日の夜の余ってるやつです。まあお皿になるべく汚したくないんで、お味噌汁はあるけど、今日はちょっと煮しめお味噌汁みたいだからね、お味噌汁は飲まないことしましょう。もういいかな、自分で昨日できました。魚に埋めんだな、これが。ということで、皆さんも美味しい朝ごはんを食べて元気に過ごそうじゃございませんか。生湯、はい、もうちょっと煮たら火を止める予定ですね。うまそうじゃろ？じゃあねー。